今日はね、命令文ってやつね。1年で習う命令文のあたりです。ね、そんなに難しいとこじゃないよね。割と簡単なとこなんだけどね。例えばさ、You open the window。 こういう文あるでしょ。これは普通の文でしょ。これを命令文にするには、ね、あなたは、なんだっけ、窓を開けるって意味でしょ、これは。ただ、開けなさいって時は You を取ればいいわけよ。Open the window って言えばいいわけ。つまり、ちょっと、この形っていうのはさ、Open っていう形はさ、動詞の原型なのね。動詞の原型。どうして動詞の原型ってわかるかっていうと、例えばさ、You are kind。 これはあなたは親切だっていう意味でね。その時、命令文にしたらどうなるかっていうと、こうはなんないわけよ。バツか。ああ、カインドとはなんないわけよ。そうじゃなくて、原型にするわけだから、be kind ってなるわけ。be kind。命令文って言っても、だから一般動詞の命令文と be 動詞の命令文があるんだよね。まあ、両方とも原型にすると。じゃあ、こっちは何かっていうと、これは現在形っていうのね。現在形。まあ、ここも同じね。You are kind の are は現在形。この be は、原形。っていうわけ。現在形と原形の区別は形上はつかないけど、まあ、現在形って言ってもね、He opens the window。 まだ習ってないかもしれないけど、三単現の S が入る時もあるし、形の上ではね、同じでも働きは全く違うからね。原型っていうのはね、要するに、なんていうのかな、例えばさ、スタンドアップっていう命令文あるとするじゃん、ね。スタンドアップのスタンドはもちろん原型なんだけども、この原型っていうのはどういう意味かっていうと、まだなんとかしてないって意味なのよ。要するに相手はまだ立ってないわけでしょ。だから立ってないから立てって言えるわけよ。ね、そういうもんでね。ところがさ、こういう場合のオープンっていうのは、あなたは実際にもう開けるわけよ。You study English。 これはあなたは英語を勉強するわけよ、実際にね。これは実際にやってることね。ところが、実際にやってないから、例えば、study English って言えるわけよ。こういうことはさ、例えばこういうのもそうよ。You study English。これは現在形でいいんだよね。ところが、You don't study English って言ったら、これはほら、don't っていう do っていう助動詞の後は動詞の原型なんでね。これは原型なんでね。ああ、ごめん。これは動詞の原型なんでね。これは現在形なんでね。この文ではさ、実際にやってるって、勉強するって断定してるわけでしょ。とは、こっちは、ね、断定はしてないわけじゃない。だって、実際やってないんだもん。あるいは、疑問文の場合も、Do you study English？ これも、やってるとは断定してないよね。やってないかもしれない。やってるかもしれないけどね。そういう時、原型って使うわけよ。動詞の原型ってね。まだやってない。やってるとははっきり言えない。そういう形の時ね。じゃあ、命令文のとこね。命令文はすぐに終わりますね。もう一回最初のとこから行こうか。You open the window。これは普通の形なんだ。命令文にしたらこうなんだけども、命令文の前にね、例えばするなとかね、なんだっけ、しましょうとかね、そういうふうになる場合、どういうふうになるかっていうと、まず、するなっていう場合さ、開けるなっていう場合は、don't open the window ってやればいいわけ。don't をつければいいわけよ。ついでだから、be kind のとこもやろうか。you are kind。どうしよう。you are a good boy ってやろうか。
あなたは良い少年ですと。これはいい子にしてなさいよっていう時、 Be a good boy、ね、まあ、ガールでもいいけど、Be a good boy っていうわけ。ほいで、いいよね、これ。これがセットになって、これがこうなると。ね、否定文ではね。否定文というか、否定の命令文ではね。じゃあ、今度、be a good boy っていうのはどうなるかっていうと、もちろん同じだよね。don't be a good boy、ね。いい子になっちゃダメだよって言ってるんだね。あんまりこれは言わないだろうけども。その次、let's っていうのがつくときあるわけよ。let's っていうのはね、なんとかしましょうっていうことね。しましょう。相手を誘う言い方ね。だから、let's open the window、ね。窓がいっぱいあるから、まあ、複数形にしとこうか、ね。だからみんなで一緒に開けましょうって感じよ。ね、別に let's open the window でもいいか。一つの窓を一緒に開けましょうでもいいよ。ね、これで、Let's be a good boy. Let's be a good boy. Let's be good boys. まあ、複数形でも単数形でもいいでしょう。ね、Let's be a good boy.、ね、いい子になりましょうっていうことね。あとはね、うん、ここまでが大、あ、そっか。あとね、open the window。これをちょっと丁寧に言う場合ね、どういうかっていうと、どうしよう。please ってつけるわけよ。open the window、ね。あるいは be だったら、please be a good boy、ね。あるいは逆につけてもいいよ。後ろにね、open the window。あ、open the window か。ここでカンマ入れてね、please、ね。あるいは、be a good boy, please、ね。これがね、大体ね、学校1年生で習うことね。あ、これが、以上が1年生で習うことです。さらにね、もうちょっと言っとくと、let's ってあるじゃない、ね。let's go to school っていうのがあったら、これのね、否定文っていうのかな。行かないでおきましょうっていう場合ね。Let's not go to school、になるから、ね。今日はちょっとめんどくさいから、まあこれはダメだけどね。そんな感じ。あ、忘れちゃった。Let's はね、ちょっと let アポストロフィー s だから ね。これは let と us の短縮形なのよ。ね、一種の短縮形です、これはね。Let's not. なんかいい言い分ないかな。Let's be kind.、ね、let's not be kind. そんな感じ。これぐらいかな。だから命令文のとこではね、いろいろ動詞を覚えとけばいいよね、一般動詞ね。Use my computer。 私のコンピューターを使ってください、ね。Play tennis。 テニスをしてください、あ、しなさいか、ね。いろいろ動詞使えるはずだから、ね、Write your name here、ね。Repeat after me、after me か、ね。なんだろう、他に Listen to me、ね。なんだろう、 Don't say goodbye。 わかる、 Don't say goodbye、さよならと、ね、言わないでってことか。Don't say goodbye. Let's play cards. トランプをしましょうっていうことか。カーズでいいんだよね。うん。おいてね。
Don't walk so fast. 一般動詞いろいろ覚えるのもいいと思いますよ。Don't walk so fast. わかった？ Speak English. ね、英語を話してくださいと。まあこの部屋ではね。Speak English in this room. In this classroom.、ね、はい。以上かな。要するに命令文っていうのは、ね、動詞の原型で始まると、ね、なんとかここはね開けるって意味だけどここは開けなさいって意味だよ、ね、ここで B 動詞の命令文はちょっとね気をつけないとね、うん、You are kind の You を取るだけじゃダメで Be kind ってなるからね。ここで原型っていうのはそういう意味なんだと、ね、まだしてないとかねあるいは断定できない してないってそういうことよ。3つの言い方があって Don't をつけたら何とかするなって意味になって Let's つけたら何とかしましょうって意味になってで Please をつけたら丁寧になると。もし覚えるんだったら Let's not go to school Let's not study English そういう感じのね Not がそういうところにつく。これは多分中学では出てこないんだけどねおそらくね。はい、じゃあ終わりましょう。命令文ね簡単なとこです。